あれこれ何？え、なってないし。ってなるともうそのだって俺じゃないって言ってますよ。ね。じゃない。焦りました。焦ったね。何も言わんの？あ、もう OK。お疲れ様です。です。今日は、はい、どういった？今日はうちで施工してもらった、はい、お客さんが、はい、まあ元々 YouTube を見て、はい、まあ寺岸くんのファンと。いうので、はい、まあ寺岸くん指名で工事を、はい、まあ寺岸くんやってもらったんだけど、はい、寺岸くんはちょっとまあ今回ドッキリかけようかなと思って、ほう、で、まあお客さんに相談したらまあ協力してもらえるってことで、はい、仕掛けていこうかな、はい、変態仮面に、あの変態仮面寺岸さんへのドッキリは久しぶりですもんねちなみにそのドッキリの内容はどんな感じなんですか？内容、はい、内容は、まあ、最初は普通にお客さんと対談、はい、まあ、うちで塗装してどうだったかとか、はい、感想を聞いていく感じ、はい、で、まあ、その流れでもともとへこんどるところがあって、はい、あ、 お家にお家の、まあ、擁壁の裏の、まあ、ポストみたいなところがもともとへこんどるんだけど、はい、まあ、それはもう最初からって分かってうちのせいじゃないんだけど、うん、その対談してる流れで、はい、旦那さんがそれを見つけて、はい、寺岸くんのせいにするそういうことですね。それで寺岸さんがどういう、そうで寺岸くんにはもう対談みたいな感じで、はい、そういうので使えるように、はい、まあ、ちゃんときちっとした感じで撮るからっていうのは伝えてあるから、うん、はい、まさかその流れで多分仕掛けられるとは多分思ってないと。だから対談してその流れで自然とクレームつけてもらう、はい、寺岸くんのあの動揺するちょっと姿を、はい、お楽しみにまあ、はい、そんな感じ、はい、お客さんにはもう事前にあのね、はい、あんまり伝えてない。細かい打ち合わせは正直してない。怖いですね、うん、旦那さんの演技力も演技力もあるし、はい、あの俺の演技力、まあ、俺は演技力ないからちょっと不安なんですけど、はい、まあ見てやってください。寺岸寺岸今回施工したのがまあ寺岸になるんですけど寺岸君のことも知っていただいてて、社長曰く一番信用を受けるみたいな、はい、動画がよく流れてきたもんですけど、はい、腕は確かなのかなと思って、寺岸さん大好きだから自分はもう値段じゃなかったですか、ね、あ、そんなに寺岸君そうですね、ベタ褒めしていただいて、はいまあ、うちも正直自慢できる職人さんの一人でもありますし、やっぱうちでも本当トップクラスの職人さんなんで評価爆上がりですねそりゃお客さん不安にさせちゃいかんわね、それは職人失格だよ、はい、まあ、もしまた気になるところがあれば、はい、今後また言っていただければ、はい、すぐ手直しも来ますし、はい、まあ、すぐまた近くでやってるんでね、はい、これ擁壁もだいぶ綺麗になりました。綺麗だと思う。最初建てた時みたいな。そうそう、今自分も見て全然変わってないです。色も全く一緒で。あ、一緒で。はい。合わせてくれたんですか。合わせてます。あ、そうですか。うん、全然違和感なくていいんですけど、初めてですけど。だから、ここに本当は寺岸ってこうサイン入れて欲しかったんですけど、あれこれ何？え？足場？あ、今飛んでますね。違うよね。最初から。いや、僕来たとこからですね。え、鳴ってた？違うよね。へ、あ、へこんでますね。だいぶへこんでますね。だいぶへこんでます。だいぶ。足場とか落としたとかじゃなくて。いやー、そういった報告は正直聞いてないんですけど。寺岸君乗った？いや、乗ってない。こんなとこ乗らんわね。乗らん、あの、乗らん。洗浄機来た時からもうこれで。鳴ってました？鳴ってましたね。だって、その前からなのか。え？鳴ってないでしょ。いや、わかんないですよ。足場が当てたか。
足場組んだ後はなってました？足場組んだ後はなってないでしょ。だからなるとしたら昨日ぐらいでもね。ちょっと僕足場にちょっと確認しますね、すぐ。いやいやいや、実習生じゃない、そうしたら。あ、じゃないですね。じゃないですか。僕先週来たんですけど、はい、その時からですね。なってました。なってましたね。カメラ止めようか。え？ちょっと足場の方にちょっと確認の電話しますね、はいはい、今すぐ、はい。あれおっさんのところなんだけど、あのポストのところの出すところへこんどんだわ。組の時へこんでない。でバラシーン時はへこんどった。ああ、わかった。またかけるわ。はい。すいません。ま、今足場の子に確認したら、ま、組ん時はへこんでないのは見てるとは言ってたんですけど、ああで解体の時はもうへこんでたって言ってたんで、ちょっと。ああ何とも言えないですけど、まあうちがやったかもしれないですし、ってなるともうそのだって俺じゃないって言ってますよね。じゃあ、うん、やったらちゃんと言うんで、うん、でもちょっとうちがやったことに対しては多分間違いないと思うんで、うん、まあ足丸子も正直に今組んだ時はなかったって言ってたんで、うん、っていうことは多分工事期間中に。ちょっと写真、じゃあ、そうそう、ちょっと写真ありますかね、その工事、はいはい、前のやつ、すみません、申し訳ないです。どうする？違う。いや、違うですよ。とりあえず謝るしかない。すみません。ほら、寺岸。ほら。ほらやっただろう。ほら、寺岸さん、さあ、え、へこんだだろう。へこんだじゃん。誰？バリケってか。バリケって。すいません。へこんだでしょ。あれよと思って。違いますよね。違いますよね。違いますか？違います。うちじゃありませんよね。そうです。もちろんです。違います。いやどうですか？結構リアルだね。そうですよ。一緒にツーショット撮ってるんですよね。おかしいな。確かあったね。焦りました。焦った。まさか。すごいね、でも断言してさ、自身ともこう、あいつはイエローなんて、もうすごい感動しちゃった、今。でもちょっと不安な顔してますね。白熱のすごい、ね、ありがとうございます。本当にいえいえ、すみません。これはこんなことしたくないですよ。全然ちょっとね、ご協力いただいて、はい、おかしいな、確かにあったんだよ。ようやるまさかお客さんにやられるとは思わなかった。ということで、はい、今回は施工させていただきました一宮市の王様に撮影もご協力いただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ最後は、はい、みんなで。ます。はい。はい。お願いしますか。最後、感想を。はい、感想すまた、やられた。俺、やられやすいんだよな。かぶちやすいんだな。じゃあ、最後はみんなで。はい。また見てね。一宮市の王様、施工させていただきまして、お客様の声にご協力いただけるということで、ありがとうございます。ありがとうございます。で、一応まず、今回施工したのが、まあ、寺岸になるんですけど、うちの塗り替え道場を見つけた方法っていうのは、どういった形で見つけられましたか？会社の同僚と喋ってたら、はい、まあ、塗り替えしたいなっていう話をしたら、はい、面白い YouTube があるよって教えて、うん、YouTube で、そうです。で見たら、まあ、最初
ふざけとる会社みたいなそうですよ、ね、不安だったんですけど、はい、まあ、見てるうちに、はい、いろんな工事の流れとか、はい、いろいろためになる話が出てきて、はい、それを見るたんびに、はい、なんか信用じゃないですけど、はい、あ、ここだったら安心、任せてもいいかなみたいな、そうですね、というかここで、まあ、いろいろうちに依頼する前から、まあ、YouTube を見ていただいてて、はい、寺岸君のことも知っていただいてて、そうだから最初は変態仮面しか分かんなくて、はい、こんな人に塗ってもらってもなっていうのがあったんですよ、やっぱり。でも、まあ、社長曰く一番信用を受けるみたいな動画がよく流れてきたもんですけど、はい、腕は確かなのかなと思って、はい、見出してるうちに不安じゃないですけど、お願いしたいなと思ってご無理行って、はい、忙しい中なんか間に入れてもらって、あ、そういう流れだったんですね。 ありがとうございます。その寺岸君も本当にすごくこだわってやってるんで、はい、まあ、普段他の職人さんとかがタスさんとかでやらないところまでやっぱこだわってやってるんで、あ、まあ、うちも正直自慢できる職人さんの一人でもありますし、やっぱうちでも本当トップクラスの職人さんなんで、まあ、それが動画で伝わってもう指名もいただいて、ね、ちょっと照れてますね。そうちょっと照れてますね顔が実際に工事期間中の、まあ、多分なかなかお会いできなかったとは思うんですけど、どうですかね、その職人の対応ですとか営業マン、僕の管理も含めて本当になんかすごい安心できるっていうか、みんなすごい足場の若い子たちも含めて、はいはい、みんなすごい礼儀正しくて、あ、本当ですか、すごいなんか挨拶の元気にっていうか笑顔で、はい、すごい安心できた、みんな安心できる人たちだ、最高の褒め言葉ですねありがとうございます